木箱の謎父が入院して最初の週末に叔母がおを見舞いに来てくれた父の病状はそれほどひどいものではないいわゆる胆石というものでいっそ 手術で取り出すことになったのだけど、命に関わるほどの危険性はないという話だった。私は、このおばが何というか、年の離れたお姉さんみたいで、子供の頃から大好きだった。今夜はうちに泊まってもらうということで、その帰り道に道すがら、私は、 おばに、先日見たおかしな夢のことを話してみた。私が座っていると、目の前をたくさんの中学生が行ったり来たりする。高校受験でもあるのかと、じっと眺めていると、よくわからないけど、みんな母校の制服を着ているように思えた。 そういえば、どこかで見たような景色だと思った。後日になって、ふと思い出すには、校舎の階段の踊り場にある、手洗いの鏡の中から、私は見ていたんじゃないか、と思う。あくまで夢の話だから、なんだかそんな風に思えるだけだった。 ただ、なんでこの年になって、中学生時代のおかしな夢を見たのか、不思議に思う。そうしたらおばは、こんな話をしてくれた。これは、夢じゃなくて、おばの身に起きた、本当の話だそうだ。 おばは若い頃、とある町の工場で働いていたそうだ。そこは、〇〇町と呼ばれる工場の名前がそのまま地名になるほどの大きな工場で、敷地はそれこそ町一つ分ほども広かった。そこで働く人たちはほとんどが地元の人だったけど、 おばを含む何割かは地方から就職をし、敷地の中の社員寮で生活をしている人もいた。その女子寮は二人一部屋で、おばと住んでいた女の子はお弁当箱と呼ばれていたのだそうだ。なぜお弁当箱なのかといえば、 彼女はなぜか常に木箱を持ち歩いていて、それがちょうどアルミ製のお弁当箱を少し深くしたような大きさだったらしい。それをお弁当を入れて持つような編み込みのバスケットに入れ、いつも大切そうに両手で抱えて持ち歩いていたそうだ。 同部屋のおばはもちろん、いろんな人が彼女にその木箱の中身を尋ねてみる。彼女は普段からあまり物を言わないおとなしい性格だったこともあったが、結局、その中身を知る者はいなかった。そんな子って嫌だな一緒に暮らしててやりにくくなかった うーん、そうかしら。私もおとなしい方だから、静かで暮らしやすかったわよ。気さくで明るい性格なおばが、そんなにおとなしいはずはない。だけど、考えてみれば、部屋にいる時ぐらいは、静かに過ごしたかったのかもしれない。そう思うと、 同居人はいないも同然というのもありかもしれない。ともかく、トイレに行くとき以外は、外出をするときも、出勤をするときも、彼女はそれを話さなかった。当然、周りの好奇心をそそる。本当に知らないの 木箱の中身、同室でしょ知らないわよ。あまりしつこく聞くのも悪いじゃない。トイレに行ってる隙に黙って見ちゃったらそんなことできないわよ。きっと絶対に知られたくない何かなんでしょおばは、仲のいい同僚たちにそそのかされても、そう言って、木箱の中身には、 触れずに置こうとしていた倉庫を行ってるうちにいつしかおばは入社して2年目の夏季休暇を迎える彼女は距離に帰省していったおばも実家に帰ろうかと思ったけどまだ間に合うかと思ってる間に新幹線の切符も 取れなかったという。混雑する鈍行なんかで寄生などしたら、それだけで丸一日を費やしてしまう。つい煩わしくなって、おばは社員寮に残ったのだそうだ。その年は、地元の同僚と一緒に海水浴に行く。 海育ちのおばは泳ぎが得意だったのだ。女子寮には一つ規則があって、他人の部屋には原則立ち入り禁止だったそうだ。寮内には談話室が設けてあり、入居者はそこでコミュニケーションを図る。とはいえ、そこは割と曖昧で、 例えば、仲のいい者同士であれば、いつまでも一部屋にたむろして、おしゃべりにくれていることも日常だった。海水浴から帰り、談話室でトランプでもしようということになり、おばは自室にカードを取りに戻った。どうせ会社は明日も休みなのだ。 それには、同じ寮生活をしている子と、地元の家から遊びに来ている子の二人がついてきた。部屋に入ると、どこからか、カサカサ、という音がした。やだ、ネズミ <laughs> もう、ネズミなんていないわよ。 同じ寮に住む子にも、ねえ、と、合図値を促す。しばらくして、また、カサカサ。おばは、寮でネズミなど見たことはなかった。その痕跡らしいものも見たことはない。だが、本当は、 いたら怖かった。怖いし気味が悪い。地元に家を持つ子がそーっと音のした方向を見に行った。どうも、例の彼女のクローゼットの中から音が聞こえる。乗り気ではなかったが、好奇心には勝てず、 無断で扉を開けてみる。鍵はかかっていなかった。そしてそこに例の木箱がポツンと置かれていた。何の音子猫でも飼ってんの子猫なんかその箱には入らないわよ。それにいくら何でも。 同室の私ならわかるわ。おばは少し離れた場所から様子を伺いながらそう言った。ねえ、開けてみちゃおっか。よしなさいよ。それこそネズミかもしれない。蛇とか虫かもしれないし。結局、 おばが止めるので、誰もその箱に触れることもなく、その場はやり過ごした。夏季休暇が終わっても、彼女は戻ってこなかった。彼女と同じ部署の人や、寮の管理人さんに聞いてみたら、最初は、休病だと言われた。 でもしばらくして、あの夏季休暇のうちに彼女は亡くなっていたことが伝わった。病死、自己死。信憑性のほどはわからないけど、どうやら自殺だったという話が人捨てに漏れた。とにかく実家に帰省した彼女は、 再び会社に戻ってくることをひどく嫌がっていたらしい。だからといって自殺をしなくても。その後に誰に聞いてもいじめのようなものに会っていた様子もない。それにそうなら同室のおばが真っ先に気づいても良さそうなものだ。 では自殺とい叔母はやっぱり嘘なのかおばはヶ月余りを彼女のわずかな遺品とともに生活していた家族の人が引き取りに来たのか会社の方で郵送あるいは処分をしたのか荷物はある日突然消えていた ただ、その前のある時、やはりみんなが気になるのは、残された、あの木箱の中身だった。一人の女の子が、もう亡くなっちゃったんだし、こっそり見ちゃおっか。と言い出した。おばも、生前のことなら、やっぱり悪いけど、もういないんだし、 そこは黙って傍観していたという。正直おばだって中身が気にならないでもない。そしたら不思議なことにあの時には開いていたクローゼットの鍵はしっかりとかけられていた。あれ、おかしいな。あの時には確かに開いたはずなのに。 そこで諦めればよかったものを何人かの女の子が猟銃のクローゼットの鍵を借りて回ったそうだ。何でも何かの時に偶然わかったことらしいのだが鍵はそれほど精密なものではなく何個に一つかは同じ鍵のものがあるらしい。その借りてきた鍵の一つが 開いたのだったクローゼットを開けると例の木箱があの時のまま置かれている恐る恐る取り出してまずは軽く振ってみたごそりと音はしたけど別に中で何かが動く気配はない ずっと一ヶ月以上も閉じ込めていたので、中の何かはかわいそうに死んでしまったのかもしれない。ねえ、もうよそうよ。おばと何人かの女の子は止めたのだけど、木箱の蓋は開けられてしまった。開けた本人は中を見るなり、 はっという声を上げた木箱の中にはなぜか首から下だけの日本人形が入っていたのだったその場一帯は悲鳴の嵐となりそれ以降は誰もその話をする者はいなかった それからのこと。寮の廊下や談話室で彼女の幽霊に会ったという噂が流れた。彼女は必ず後ろ向きでまるで木箱を抱えているかのように立ち、こっちに向いて振り返ると目が真っ白なのだそうだ。そこは どの話も共通なのだけど、幽霊話はどうも信憑性が薄い、とおばが言う。ある子の話では、果敢にも、お弁当箱は家の人が持ち帰ったわよ、と話しかけたらしい。そうしたら彼女は、ふっ、と消えたという。 それから彼女の幽霊に会ったら、お弁当箱は家にある、といえば消えるという話が広まった。おばはその幽霊に会ったことはない。おば曰く他の子たちの前に姿を見せるのなら、なぜ真っ先に自分のところに出てこないのか。 少なくとも、誰よりも、ルームメイトの自分が、一番親しかったんじゃないか、と思うのだそうだ。第一に、彼女が亡くなったというのも、公に発表されたことではなく、噂の息を出ないのだ。案外あんな子だから、心を病んでしまって、実家でゆっくり、 療養してるんじゃないかと考えていたらしい。そばで見ているうちには心を病んでるような様子も伺えなかった。確かにおとなしい子だったけど普通だった。ただ、なぜか首のない日本人形を肌身離さず持ち歩いていたところを見る限り、 心に問題があったのかもしれない。結局、彼女がいなくなった真相も、首なし人形の謎も、今では分からずじまいなのだ。そこまで話しておばは、遠くを見るように、はぁ、と息をついた。 並んで腰を下ろした夕暮れの河川敷の公園。その風景から、おばは若かった頃の風景を眺めるようにも思えた。それから、こうも付け加えた。不思議だったのはね。なぜあんなに大事にしていたお弁当箱を置いて帰っちゃったのかしら。 それに箱の中身がガサガサ動く音をみんなで確かに聞いていたし、二度目の時は一体誰が鍵をかけちゃったのかしらね。空の色はすっかり茜色に染まり、その逆反射でおばの顔が真っ黒に見えた。 それはまるで遠く異世界を旅してきた人の顔のように見えて、私は不思議な気持ちでおばの顔をじーっと眺めていた。 崖の釣り人。先週、とある山を登った時の話です。登山を開始して、ようやく山の中腹に差し掛かった時のこと。さーて、釣るか。 突然聞こえた窓火したしわがれた声小川で誰か釣りをしてるのかとも思ったがこの近くに川なんてないことを思い出し気になって辺りを見渡したすると少し開けた先の崖っぷちに小汚い格好をしたじいさんが木の釣りざを 崖に垂らしているのを発見した。が、そのいでたちは明らかにおかしかった。なぜ川ではなく崖に釣竿を垂らしているのか。そして、なぜこんな山の中腹に、地元民以前にも、 この山には登ったことがあるが、この辺りに民家はないはず。あるとしても山のふもとあたり、ここから軽く歩いて2時間ぐらいかかる場所だ。格好からしても登山客でないのは確か。想像をすればするほど不気味に思えてきた私は、 その場をすぐ立ち去ることに決めた。急いでキビスを返し、今夜泊まる予定の山小屋を目指そうと歩き始めたその時だった。おー。と、地の底からうなるような声が、突如、 辺りに響いた。周囲の木々が一斉にざわめき、鳥たちが泣き散らすかのように飛び立っていく。がすぐにまた静寂が辺りを支配する。なんだ今のは額に油汗をにじませ、静まり返る森に、 耳を澄ませていると。つれた、つれた。おうおう、未練たっぷりじゃのう無念じゃ、無念じゃ。<laughs> さっきの仕上がれた声。崖があった方からだ。なんだか一気に寒くなり、 私は身震いをしながら急ぎ足でその場を去った。その日、宿泊した山小屋で夜一杯やっていた時のこと。同じ山小屋に宿泊していた中年の男性登山客からこんな話を聞いた。 ここに来る途中、山の中腹に開けた崖があっただろう。あそこな、自殺の名所になってるそうだぞ。そして、こうも言っていた。前日に自殺者が出ると、よくあそこで釣りをしている老人が、登山者に何度か目撃されているらしい。あの老人は、 一体何を釣り上げていたのだろうかそれを知る勇気は今の私にはない同居人 私は、怪談や心霊番組などが好きだ。だが、それを実際に信じているわけではなく、あくまでエンターテインメントとして楽しんでいる。テレビから出てきて呪い殺す、運転中に現れて崖に誘うなど、実際にあったらたまったもんじゃない。だが、その一方で、 例はやはり存在していると思うのだ今回は私がそう感じたいくつかの体験をお話ししようと思う少々長引くかもしれないが最後までお付き合いいただけると嬉しい私が高校二年生の夏 徹夜で勉強していた。というのも、夏休み前の期末テスト期間の最中だったんだ。前々から勉強しようと思っていても、なかなか手につかず、やはり今回もエナジードリンクなどに頼って、徹夜をすることになっていた。まあ、徹夜をする羽目になるような人間なので、 勉強中もついついスマホをいじってしまう。たまに様子を見に来る母に喝を入れられることもしばしば。というわけで自分の置かれた状況を顧り見ずにスマホで YouTube を見ていたところ、突然、ねえ、と耳元で叫ばれた。 慌ててイヤホンを外して振り返るも、そこには誰もいなかった。スマホの時計を見ると、夜中の3時23分。明日も朝から仕事がある母が起きているはずがないのだ。当然、二つ下の妹も寝ている。何よりも、 その耳元で叫んだ声は、とても高く、幼い女の子の声だったのだ。正直、この現象は何度か体験している。高校受験のために夜中に勉強をしていた時も、同じように、ねえ、と叫ばれた。 久しぶりだったため、かなり驚いた。しかし、これでは恐怖体験とは言えず、シンプルに謎でしかない。次に不思議な体験をしたのは、その高校二年生の冬のことだ。その時も定期テストのために徹夜をしていた。 しかし、場所は自室ではなく、一階のテーブルで。リビングとキッチンの間にあり、家族で食事をとるのに使っている。まあ、よくある配置だと思う。その時私は、リビング側を背にして、キッチンの方を向いて座っており、電気は、 テーブルの上の小さい電球だけついていた。その時は金欠でエナジードリンクを買うのを渋って勉強していた。だが、やはり4時頃に限界が来て、目覚ましのために風呂に入ろうと考え、着替えを取りに行こうと立ち上がり、リビングの方を振り返った。 その時、それがいたのだ。リビングのソファーとテレビの間に、長髪の黒髪に黒い服の女が、膝をついてうなだれている。とっさに、椅子に座り直すも、どうすることもできず、うつ伏せになり、お経を唱えた。 気づくと朝になっていた。どうやら私は寝落ちしてしまったようだ。あの女の正体について考えたとき一つのことが思い浮かんだ。私の住んでいる家は浮気がばれてもう何年も離別中の父の実家であり。 父の姉、私からすると、おばは、二人目の子を産んだ際に亡くなったということ。しかし、遺影やアルバムを見ても、肩までのショートヘアだったのだ。これが、短い私の人生において、初めて不可解なものを目にした出来事だ。 では、なぜ今更こんな話をしたのか。それには理由がある。今私は浪人の末、何度か有名大学に進学をし、大学生になった。浪人をしていたため、母方の祖父と祖母の一周期や盆にも出れず、やったのことで母の実家に来ているのだが、 そこに一通の LINE が入ったのだ。それは小学校からの友人で、お前、彼女できたのかというものだった。当然私には彼女はおらず、また唐突にそんなことを聞かれたため、なんで急にそんなこと聞くの 当然の質問をした。すると、友人曰く、私の家の二階に、髪の長い女の人が立っている、というのだ。その日、私の家の近所の小さな公園では、盆踊りをやっており、階段上がってすぐ横にある窓から、公園を見渡せるのだが、 そこに女が立っていたのだそうだ。当然私の家族は墓参りのために関東の家から母の実家の関西に行っているため家には誰もいるはずがないのだ。この投稿をする数日前に家族で帰宅をしたときやはり家には きちんと施錠がされており、荒らされた跡もなかった。この三つの体験から、やはり、霊はいると思う。私たちを、進んで恐怖に陥れたりするのではなく、ただ、そこにいるのだ。ただただ、 私たちが見えていない気づいていないだけなのだはいどうも皆さんこんばんはごま団子です。 えー、今回も誰でもオカルト話を投稿そして閲覧することのできるホラーホリックスクール図書館より怪談話を3話読ませていただきました。えー、どの話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。えー、ホラーホリックスクール図書館への URL はこの動画の概要欄の方に記載してあります。 誰でもオカルト話を投稿、そして閲覧することができますので、良ければぜひぜひ来てみてください。 いやあ、もう3月ですよね。いやあ、もうこの時期になるとね、花粉がすごい空気中にね、舞ってるじゃないですか。で僕、花粉症なんでね、もうめちゃくちゃ辛いんですよね。<laughs> えー、毎年この話してるかと思うんですけどもね、まあ、雨が痒くなって涙出るわ、鼻詰まるわ、でもね、すごい辛い時期に突入したなっていう感じなんですけども。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかはい。 で、あとまあ、この時期っていうのは卒業シーズンでもありますよね。えー、だからいつもこの時期にね、友達と会うとね、卒業シーズンだなら懐かしいな、みたいな話をした後に、友達がねあ、じゃあごま団子さ、あの、もし戻れるとしたら、いつのその学生時代に戻りたいって、 言われたりするんですけどもね、またそれかいみたいな話になるんですけど、えー、まあでもまあ自分は戻んなくていいかなっていつも答えるんですよ。もちろんあの戻ったりしたらね、まあいろんな道がねあると思うんですよ。やっぱ人,人ってその時の選択によってやっぱりルートが変わってくるじゃないですか。だかそれもまたね違うあのルート進めたりして面白いな、面白そうだなと思うんですけど、でもこの 今の僕にはもう会えなくなりますよね。多分ね、うん。だって、その奇跡的な確率でいろんな道を歩いてきて、今の僕がいるから、全く同じ道にあの戻って進むっていうことは多分無理だと思うんですよね。もう覚えてないし。<laughs> どうやって歩いてきたか。うん、だからまあ今の自分に会えなくなっちゃうからな、みたいな。だからまあ戻んなくていいかな、みたいな。まあもちろんその記憶をね、 脳の記憶を保持したまま昔に戻れるよって言われたんだったら、うーんって思いますよね。あ <laughs>、だったら戻るかなみたいなねうん。もう今の自分の状態のまま変わらずに、まあ、戻れるっていうことですから。そしたら学生時代戻るかなみたいなね。まあいつもこういう話で盛り上がったりするんですけど、友達とね。うーん まこれを聞いている皆様もね、あのー、戻れるんだったら、どの、まあ、じゃあ学生時代に限定しましょうか。どの学生時代、戻りたいですか。ねもしよかったら教えてください。はい。という、まあ、友達の話は置いておきまして、えー、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。 この動画が少しでもよかったら高評価ボタンそしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、そして、えー、この動画の概要欄の方には僕が新規解説した Twitter の URL とか、えー、ホラーホリックスクール図書館の URL とか記載してありますぜひぜひチェックしてみてくださいはいということでではまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい